単優久乗は日本のギタリスト、ミュージシャン、作詞家、作曲家、編曲家、音楽プロデューサー。神奈川県綾瀬市出身幼少の頃に家の物置小屋でガットギターを見つけるも楽器だとは理解できずおもちゃになっていた。中学ではバスケットボール部に所属しており部活メンバーが TM ネットワークファンでアルバムを借りたことで音楽の良さを初めて知った。 中学卒業間近に、バーベ、ボーイズの世界観に魅了され、バンドという存在を知る。高校に入学してから、バーベ、ボーイズのコンタに憧れ、ボーカルとサックスを担当。その後、ギター、ベース、ドラム、ピアノ、トランペットを独学で学び、コピーバンドの楽曲をアレンジを始める。高校卒業し、ヤマハ音楽教室に就職し、音楽教室を担当してたとき、 これからの音楽にはコンピューターが中心になると言って、周囲からバカにされながらもシーケンスフレーズをバンドに取り組み注目を集めた。各バンドコンテストなどに参加し予選は通過するも、本選では入賞は一度もできず。バンド活動していた時に交通事故に遭い、その入院生活で今の音楽の基盤が形成された生の音と、 コンピューターの音の融合にこだわって、バンドからユニットと形状を変えて、活動を再開ユニットに活動転換してから、音楽活動と並行して、FM ヤマトにて、パーソナルティーを担当ユニット時代に知り合った、サウンドレコーズ LLC の高田市から持ちかけられた、映画制作のプロジェクトに、SRS ありきたりな二人にて、c o プロデューサー、役者、楽曲提供にて参加その後、 川崎 FM にて生放送のラジオ番組を約2年パーソナル T を担当ユニットのボーカルが変わって数ヶ月後に渋谷 O イーストにてシクラメンのオープニングアクトとして参加その後コーラスグループユニストのオープニングアクトとして渋谷 O イーストと赤坂ブリッツに参加赤坂ブリッツの活動を見ていたモデル事務所からアイドルグループの歌唱指導を 楽曲制作の依頼を数年担当その後は独自で野外イベントを開催して多くのアーティストと一緒にサポートメンバーや楽曲制作などを担当2020年に知り合いの事務所から初属や千とせが担当した市の楽曲制作を依頼され同時にカップリング曲も担当現在はプロデューサーに重きを置き分かてアーティストの歌唱指導楽曲アレンジ 提供を行っている2012年映画、SRS ありきたりな二人、CO プロデューサー、役者、楽曲提供にて、参加2017年、吉子シングル CD ギターアレンジ担当2020年、七尾翔みんな一緒に生きている、愛のジパング作曲、アレンジ担当、ありがとうございます。